ニュースのお時間です。一つ目、西山のチャンネルが更新されておりました。現状を伝える内容になっていました。おそらく、鍋周りが運用していると思われます。税金どうすんのかな？西山名義のままだと、西山が納税しないといけないんですよね。どうすんでしょうか？できれば、口頭でも契約はできるので、しっかりと委託、委任契約という形でやらないと、脱税になっちゃいます。そこが心配ですね。あと、VTuber 方式でやった方がいいですね。文字だけだとちょっとつまらないです。無料でできたりするから、頑張って。でも、復帰しても YouTube やるのかな。どうせ、鍋周りがサポートすんだろ。また、酒につけ込んで、廃人にすんじゃねえの。薬飲んでってくだりあったけど、あれだって、酒で大会しているのに、それでも致死量すれすれまで飲んでいるからだろ。エニタイム、オーバードーズ状態にされてさ。出てきたら、出所祝いで酒だろ。一度、泥酔しちゃえば、脳は思い出して再びそうなんだろ。三つ子の魂100まで。根本は変わらないよ。だから、周りが見てやらないとダメなんだよ。なんか、そこが気になるんだよな。運営も中途半端なんじゃないの。ブログだって数回で終わってんじゃん。やるなら、徹底してやってやれよ。続いて、二つ目。小山さんが、再び、新皇居である、ホテルに宿泊していました。おそらくなんですが、これで3泊目。少なくとも、3万6000円を宿泊費に消費しています。夕方くらいから、ミッキーさんとデート。宿泊タイムとなったら、ホテル。さて、いつまでお金は続くのでしょうか。おそらくなんですが、ホテルだと就職は厳しい気がします。そうなってくると、YouTube で何か大きな花火をぶち上げるのか。気になるところです。では、チャンネル登録をお願いいたします。